SNS でね、日々ブランディングっていうのは、かけてると思うんですけども、当然ブランディングを、していけば集客が起こっていくということはですね、いろんな動画でもお伝えしてるかなと思うんですけども、じゃあ集客につなげるためにですね、三大法則っていうのが実はあるんですね。まあ、主にブランディングから集客に起こす上での基本だと思っていただければいいかなというふうに思うんですけども、まあ、このですね、三大法則、これもまた踏まえてないとですね、やっぱりこう、集客になりにくかったりだとか、プロフィールとかちゃんと作ってるのになぜ集客が起きないんだろうとかっていうような悩みに、まあ、変わってきますので、この3つを、しっかり抑えれてますかというところをですね、今回はご紹介していこうかなというふうに思うんですけども、まずですね、ブランディングの原理原則、こちらをですね、ちょっと忘れてしまうとですね、日々の投稿内容とかそういったことはですね、どんどんずれていきます。なのでですね、まずここを知っていただいた方がいいかなと思うんですけども、ブランディングの原理原則っていうのはですね、まず人が集まった人が満足してくれる、情報とか商品とかサービスを提供して売り上げにつながることですよね。要は、あなたという人が商品になって、その商品を好きなんですと言って、まず何人の人が集まってきてるのか、で、その人たちを満足させる情報とかサービスっていうのをですね、さらに継続して提供し続けていけてるのかどうかがですね、基本的には、ブランディングというものだと思っていただければいいかなと、というような感じなわけなんですね。はい。じゃあ、それを、やっていく上で、より向上していく上で、どういう風にした方がいいのかというところをですね、お伝えしていくと、まず一つがですね、ターゲットを明確にするということですね。これは何なのかっていうとですね、要は、例えばですね、お店とかでよくあるので言ったらですね、あれもありますよ、これもありますよ、こんなのもありますよって言って、要は何でも屋さんになってしまうとですね、ターゲットがバラバラになって、集客が起こりにくくなりますよということなわけなんですね。はい。なので、どういう年代のとか、どういう層の人たちのであったりだとか、どういう趣味の人であったりだとかですね、そういった人にとって私は要は役に立てる人なんですよっていうような専門性があればあるほど集客は起こりやすくなりますし、ブランディング力っていうのは、高まっていくような形になっていきます。なのでですね、あなたがそういうブランディングをしている上で響く方は誰なのか、もしくはお客様にしたい人は誰なのかっていうところを、明確に、された方がいいですよというのがまず一つですね。で、もう一つがですね、じゃああなたが何者なのかが分かりきってなかったら知らない人には伝わりにくいですよっていうことなわけなんですね。で、ターゲットがある程度明確になったらですね、そういう人たちにとって役に立てるこういう自分ですよというのがですね、ある程度明確になっていきますよね。だからそれをですね、さらにブランディングっていうのを行う上でですね、どんどん明確にしていくとですね、知らない人でもこの人は自分にとって必要な人なのかなっていう風になっていくということなわけなんですね。はい。で、このターゲットを明確にするっていうところと、あなたが何者なのかを明確にするっていうところに関してはですね、まあ、5スターブランディングクラブのいろんな動画の中でも、いろいろ説明してる、動画とかありますので、ぜひそちらの方をですね、見ていただきながら明確にしていって、まずこの2つがですね、あなたは明確になっていますかというようなところをですね、チェックいただけるといいんじゃないかなと。というような感じですね。はい。で、もう一つはですね、じゃあ購入の流れを構築するということで、要は何が言いたいかっていうとですね、こういうような人に気に入ってもらって、で、自分はこういうような人ですよというようなのがある程度分かった上でですね、じゃあその人があなたの、例えば SNS であったりとかにアクセスしたいなとなった時にですね、じゃあ結局商品の内容はどこから見れるんだろうかね、じゃあその内容申し込みっていうのはどこから行ったらできるんだろうっていうところがですね、やっぱりどんどんいろいろ迷いが出ていくとですね、もうめんどくさいからやめとこうかなとか、なんかやっぱりちょっと怪しくなってきたらやめとこうかなっていうような不安になっていくんだっていうことなわけなんですよね。なのでここを押してもらったらもうこうなりますよ、ここを押してもらったらこうなりますよっていうようなことも含めてですね、この流れがやっぱりスムーズであればあるほどやっぱり決定率と集客率っていうのは上がっていきますので、やっぱり簡単にお問い合わせができるような、流れになってるのかどうかっていうところはですね、チェックいただいた方がいいんじゃないかなということですね。はい。ということでですね、SNS での集客っていうのはですね、リアルでの見込み客にお会いして商品サービスを提案して売り上げを作る行為っていうのと全く一緒です。なんですけども、SNS をやる限りではですね、SNS での裏テクであったりだとか、そういうのをなんか意識して、なんか学びたいなって思うような人が多いんですね。でももしあなたがリアルな店舗を構えてて何かを売ってるとしたらどういう風にしますかっていうことをイメージしてもらったら、やることっていうのはある程度明確になっていくんじゃないかと
というふうに思いますので、そんな意識をですね持ちながら、この3大法則というのはですね忘れずにやっていただけるといいんじゃないかなというような感じですね。